以前クリアできなかった7の10、ここな急に難しくなってさ、ちょっとガチであの時点では無理だなと思ったんで、ちょっとリベンジしようかなと思いますね。てか動画出てんのかな。俺チャプター現段階でこれ今収録してる段階で3チャプター3くらいまでしかアップできてないんだけど大丈夫かな。結構時間が経ってるあれからね。これ全力でいかんと。でちょっとは育成が進んだから今ならいけるかなと思って。全力でいくぞ。いける、今んとこまだ耐えれる、まだ耐えれる。こいつら一応使っとくか。 OK、 バフを消した敵のね。あ、間違えた。いや、切れんか。今の一発で言っときたかったな。いけるわな。ここでやられたんよ。このバリアみたいな張ってるんよな。あれバリアだよね多分。固定ダメージなんぼか無効化するやつなんじゃないんかなと思う。めっちゃ食らうもんね。さっき敵やりきれんかったんかな。あいつなんかヒットポイントかなりゼロに近く見えるけど、バフしてるやつはいないよね。いい流れだ。いつでもよいぞ。よくやった。今よ。いい流れする。やるわよ。どうしよう。今よ。何？何？うい、死んだら一人。このバリアみたいななんだ。てか側からやっていった方がいいなこれ。最初に指定するべきだったな。やばいなあれ。パーフェクトは消えたけど一応クリアはできそうな気はするかな。全力でいけ。いい流れだ。乗り越えたな。さあ今
あいつ自体の攻撃力はどうでもないんだな。いや、ここ初めてやったときマジでクリアできんと思った。で結構ね、あれからもうなんかこのただの育成だけみたいなところはさ、わざわざ収録しようともキリがないじゃん。でなんか新しいとこ進むときとか以外はわざわざ収録してなかったんだけど、その間にまあ言うて数日しか経ってないけどね。あれいつだったんかは分からんけど、まあでも一応プレイした日を動画の説明文とかタイトルに、まあ入りきらんくっても説明文には入れとるか。そう、さーてしあおうか。私に続いて、いや7の10ほんと急にむずくなったからね。なんかそこまで割と順調に来てたんだけど、わしがお相手つかまする。やばかった。こっからさらにもう一段階難しくなるのかな。いつでもよいぞ。さ、今よ。やるではないか。いい流れだ。目回し完了。よくやった。さ、今よ。よし行け。この光。どうせ。敵の攻撃でも痛いな、相変わらず。いい判断だ。よくやった。いつでもよいぞ。いい流れだ。やるではないか。さあ、今よ。いけー。そこは行きます。順調だな。よくやった。さ、今よ。目回し完了。いい判断だ。いい感じ。いつでもよいぞ。さ、ニクサ、いつでもよいぞ。すごいいけそうな気がするね。ここでいかついの出てこなければ、とりあえず攻撃集中させた方がいいかな。分散するとなんかもったいないもんね。やるではないか。いい判断だ。いい流れだ。いい判断だ。よくやった。さあ、目回し完了。二、一、いけー。さあ、希望の光。さあ、ここじゃ。さあ、うわ、ふっ、使えんくされた。どの敵がなんかどう強いのかみたいなのがあんまりよく分かってないからさ、誰から倒せばいいみたいなのがさ、いまいちよく分かってないんだよね。いい流れだ。いつでもよいぞ。よくやった。やるではないか。さ、今よ。やるではないか。さ、二、いい流れだ。目回し完了。一、行け。どうせ。殲滅か。よし、これ2よね。 OK、 いけるな。順調だろ。
意外といけましたね。あ、そう。じゃあ、次回、最後までいけそうだったら行きたいかな。7の15とかめちゃめちゃ強いのかな。あ、ちなみに、これ7の10で苦戦しとる人おるかもしれないから、今どういう環境なのかっていうのをちょっと見せておこうか。今俺、レベル32、まあ、プレイヤーランクが上がれば、キャラクターのレベルの上限が解放されていって、プレイヤーランクとイコールのレベルまでキャラクターのレベルを上げられるっていう仕様だったと思うんで、なので、まあ、メインのメンバーは32まで上げてって、で、その他はだいぶ甘いけど、ただこのね、例えば原神っていうゲームは今、俺割とずっとやってるんだけど、原神の場合、キャラクター素材とかをもうメインで使ってるメンバーに集中させた方がいいんよ。基本的にはそうなんだけど、あのモードがあるじゃん、なんだっけあれ、アンダーグラウンドっていう、このモードは総力戦になるよね、チームので。レベル10以上だったかな、これもやっとるわ。レベル10以上だったかな、のキャラクターは一回全滅しても続けて、何、キャラを登場させて戦い続けることができるんよ。一旦画面は終了するんだけど、負けたら、でそこからまた生き残ってるメンバーで、組んで改めて戦うことができるみたいな。なのでそこまでやろうと思ったら、関係ないキャラクターの、メインじゃないキャラクターのレベルまで上げておく必要があるっていう。なのでちょっとこの何、この辺のラインまで育成していっとるんよね。でも拡張とかこの辺はもうメインのメンバーしかほぼやってないんで、まあ、メンバー今のところで始皇帝の拡張がグレード6で、宮本武蔵だったっけの、拡張もグレード6だから、メインで使ってるキャラの、拡張のグレードをとりあえず6くらいを目指してる状態で、まあアタッカーと呼ばれる存在が、まあこの、始皇帝と宮本武蔵で今自分の中では言ってるんだけど、こいつは多分まだ、あ、でも言うて5か、グレード5という状態で、その中に一人やっぱ回復系、こいつね、こいつ入れておくことで、ダメージ食らいすぎたやつをちょっと回復して、毎ターン回復できるから、まあ言うて2800くらいだけど、現段階で、でまあちょっとね、もうちょっと回復してくれたらいいのになっていうのはあるけど、まあ、しゃあないよな。で、これね。これを、じゃあ、レベルが上がっていけば、ここも上げていくことができるから、さらに強くしていくことができると。いうことですね。あ、で、この、ナイチンゲールに関しては、あれしてる。別の動画でアップしてるけど、覚醒を一回やった。なのでこのキャラ本来星2のキャラなんだけど、星3にしとるんよ。でそうすることで星2の回復系しか持ってない人でも星3
にすることはできる。どんどん星4でも星5でもやっていけることができるんで、まあ、やり方は別で動画出してるんでそっち見ていただければと思うんですが、そんな感じ。現状これくらいのキャラクターの育成具合で、まあ7の10クリアできたんで、まあある程度育って、まだクリアできんな、難しいね、今の状態じゃ無理だなっていう人は、まあ大体この構成でいったらいけるんじゃない？こういう、なんていうの、3人攻撃系のやつを入れて、まあ2人攻撃、1人補助、1人回復みたいな。バランスむずいけどね。で、なんかさっきやった感じ、なんかバリアみたいな貼ってるやついるじゃん、ピンク色の。あいつを避けて、とりあえず、バリアみたいなの持ってない、2人から倒した方がいいかもしれないね。と思ったらやってて。そんな感じかな。よし。じゃあ、今回終わって、次回は、チャプター7クリアに向けて、やっていこうかな。チャプター7の向こう側がまだ出てないから、7までしか今のところ用意されてないんかな。ちょっとわかんないんだけど。まあ、そんな感じ。では終わります。ありがとう。